はい、時刻はですね5月18日0時10、深夜12時17分でございます。ついに、今日で締め切りとなります。はい、で今日なんですけどお昼の、12時に一発、18時に一発、21時に一発、はい、こちら LINE ですね。なんで最終は21時のご案内が最終となります。21時のご案内が最終となりますので、この YouTube の下にリンク入れておきます。でこれ以降登録してもご案内はいかないのでご注意ください。これ以降 LINE に登録しても、ドリームアカデミアアドバンスのご案内は一生見れないので、プレオープンのね、プレオープンでのご案内の内容っていうのは一生見れないので、そこはご了承ください。本日ですね、5月18日、はい、プレの、プレの限定スペシャルボーナスだったりとか特典価格、まあいろいろとその完備したやつは、これが最終です。はい、 OK ですかね。はい、であとですねちょっと一つお伝えしたいんですけども、今、入学、願書の方続々といただいてるんですけども、入学願書いただいた方の中で、ドリアカの本コースの方もいらっしゃったんですね。ドリアカの本コース、まあ、これは動画でも言ってたんですけど、ちょっと、まあ、この本題に入る前にねちょっとお伝えしたいんですけど、まあ、本コース、まあ、本コースっていうのは今59万8000円です。59万8000円、これが本コースですね。で今回はアドバンスコースですね。アドバンス、で今回ご案内してるのがアドバンスコース、プレオープンだよっていう、まあ本コースはね入りたいっていう方いらっしゃったらいつでもお問い合わせいただければ、入ることは可能です。でこのアドバンスコースって何かっていうと、本コースと講義は一緒です。じゃあ吉谷さんどういうことですかって話になるんですけど、要はアドバンスコースはこれはまあ資料でも言ってるんですけど、資料でもちゃんと言ってますよ。アドバンスコース、いやここの本コースの講義の中から僕の講義を中心にこっちにリンクさせてるってことです。わかります？だからこの本コースの一部ですね、まあ一部だけでももうすでに30講義以上ここで提供しますけれども、だから本コースってめちゃめちゃ講義あるんですよ。で講師陣も18人ぐらいいるんですね。で本コースのボリューム、まあ、相当あります。でその中の一部の、今現状ですぐ入って見れるのは30講義ぐらいです。でその30講義っていうのはどういう講義なのかっていうのは、まあ、資料の方でも解説してますので、見ていただければなと思います。だからつまり、まあ、アドバンスコース入っても、こう習う講義は一緒です、本コースと。なので、まあ、間違って願書を提出されたのか分かんないですけども、一緒なんで講義は、講義一緒です、基本。はい、でここのアドバンスコースの、生徒さんからですね、なんかこんな講義が欲しいとかね、こんな講義が、入れてほしいっていうことだったら入れるんですけども、入れたらこっちにも入れますんで OK ですかね。要はこのプロジェクト D の第1話でもお伝えしたんですけれども、この本コースをやってね2年ぐらい経ちます。2年ちょっとですね、2年ちょっと2年半ぐらいですかね。でもう あのライブ放送もね途中で僕やめたというか、まあ、定時配信をやめたんですよ。でなんでかっていうと質問がないんですよ。要はなんだ、今本コースに213人だったね、まあ、200名ぐらいいます約、まあ、そもそも約200名いて、約200名本コースに在籍していて、この2年でお問い合わせが来た人が50何人です。4分の1です。そもそもお問い合わせないんですよ。まあ質問くれって言ってるんですけど、まあ来ないんで、じゃあアドバンスコースから質問、悩みっていうのを、なんだ、聞いて、でそれを吸い上げて本コースにももっといい本コースにするっていうことですね。はい、まあだからここの講義はリンクしてます。はい、リンクしてます。OK ですかね。はい、まあもちろんですよ。もちろん。いや本コースの塾生さんの中で、いや吉谷さん。いやー吉谷さんにはお世話になってるんで、今回アドバンスコース、ご祝儀金として、ご祝儀として入れさせてください、 OK です、受け付けます
ご祝儀として受け付けます。まあ、あとはですね、なんだ、吉谷さんがアドバンスコースどういうふうに運営してるのかなと、どんな感じで作ってるのかなって見たい場合、まあ、そこにお金を払いたいですっていう方も OK です。受け付けます。まあ、別にいらないですけどね。講義内容は一緒ですから。まあ、ただ、ご祝儀は受け付けます。ご祝儀はしっかりといただきます。はい、なので、まあ、勘違いして入られ、願書を提出しないようにしてください。一緒です。内容は。リンクしてます。講義は。OK ですかね。で、アドバンスコースは僕の講義がメインです。はい、で、本コースに関しては講師陣が18人ぐらい今現状としています。はい。な感じですかね。これがまあお知らせですね。勘違いしないでくださいよって話です。だから、吉田さん、アドバンスコースって何ですかそれと。何ですかそれみたいな。いやいやいや、まあ、本コースの講義の一部こっちに入れるよっていうだけです。OK ですかね。はい、ただ、全部の講義を見たい。18人の講師の講義見たいという場合は本コースですね。いや、吉谷さんの講義だけで十分です。僕は吉谷さんをリスペクトしてるんですと。もう吉谷さんの講義だけで十分ですっていう場合はアドバンスコースでも、こと足りるかなと思います。で、あと本コースにはですね、まあ、なんだ、本コースのコンセプトとしては、今いっぱい講義あるんですけど、本コースのコンセプトとしては、まあ、前からずっと言ってるんですけど、まあ、ネットビジネス、これからや、まあ、お客さんとずっと僕はやり取りしてるんですけど、要は、まあ、今は僕ちょっと見てないんで分かんないんですけど、要はプロモーションがバンバンやられてるわけですよ。で、なんかその、なんとかビジネス、なんとかビジネスを、だから去年だったか、一昨年だったかな、まあ、セミナーやったんですけど、参加されてる方の中で、30万買いました。20万買いました。40万買いました、30万買いましたみたいな、で合計300万ぐらい借金作りましたみたいな人が、ね、20代の方と60代の方がいたんですよ、ね、なんとかツール買いました、30万ですとか、ね、こんな感じなんですよ。いや、だったらネットにあふれてる稼ぐ形のやつ全部入れちゃえばよくないっていう。だってこう買ってんすよ。で、僕のとこ相談来るんですよ。いや、だったらこの全部のノウハウここにぶち込めばよくないっていう形で、本コースはめちゃめちゃ講師陣も今18人ぐらいいます。で、追加料も何もないですから、うん、まあもうこれ払っちゃってるんでね、結局ここにお金払っちゃってるんで、僕のとこ来るときはお金がないという状態になってるんですけど、だから、まあ、僕が、ね、もうちょっと発信力というかね、発信力はあるんですけどね、影響力がないので、そう、頑張ります。だこういうのをね、手を出す前に高校に入っていただけると一番いいんじゃないかなと思います。もう全部本コースで学べますから、全部本コースで。で、入れますんで。まあ、今度、また新しい講師もね、1人追加されますし、僕のコンサルに入って1億ですね。ランボルギーニ買ったそのコンサル生からも講義の方を提供していただけるという話なので、またそこ、本コースも充実しますんで、ご安心ください。まあ、僕としてはね、本コース入っていただきたいんですけれども、まあ、価格的に59万8000、まあ、約60万ですから、ちょっときついなっていう場合は、今回アドバンスコース入っていただいて、実際そのドリームアカデミアで教えてる内容とかも、まあ、リンクしてるんで、まあ、どういうことを教えてるのかとか、まあ、いろいろ勉強できますし、まあ、今回のプレオープンで入っておく。本気でね、ネットビジネスで稼ぎたいっていう場合は、プレオープンで入っておいた方がいいと思います。まあ、ほとんどリスクないですから。てか、リスクがないです。やるっていうことを決めてるんだったらですよ。うん。はい。ではですね、まあ、いくら言ってもね、興味ねえよという場合もあると思うんで、講義の方、無料講義に行きたいと思います。月収100万稼ぐために必要なものですね。で、今回ですね、入学願書、いただいてる中で、うん、月収100万目指してますと。頑張りますみたいなね、いただいていて、まあ、やっぱ月収100万っていうとこなんですよね。で、アドバンスコースもドリームアカデミアの本コースもそうなんですけど、本気でアドバンスコースもね、やれば100万は稼げます。稼げると、ここは自信を持って言いますけど、 100% 稼げます。 100% です。でも条件付きですね。すみません、条件付きです。で、その条件付きっていうのは何かっていうと、
必要なものですね。この必要なものがなかったら 100% ではないです。もう一度言いますね、 100% 稼げるんですけど、この必要なものがなければ 100% にならないです。だから 100% にするためにはこの必要なものっていうのが必要です。はい、で100万円はその必要なものが揃ってるんだったら100万円は稼げることをいくらでも保証します。いくらでもね、いくらでも、はい、いくらでもです。1000万でも保証していいですよ。はい、言い切ります。はい、じゃあこの吉永さん、え、そんな声を大にして言っちゃっていいんですか。いいでしょう、いいんです、いいんです。この必要なものっていうのが多くの人が持ってないんですよ。もう一度言いますね、この必要なものを持ってないから100万稼げないんです。もう一度言います、必要なものを持ってないから稼げないんです。だからこの必要なものさえあれば絶対稼げるんですね。で今回僕はそのプロジェクト D っていうね、名前でこうやってます。プロジェクト D、プロジェクト D です。これは単純になんでこの名前にしたのかっていう理由がありまして、これは僕最近 Amazon のプライム会員に入りまして、プライム会員に入るとプライムビデオっていうのはタダで見れるんですね。で昔、十何年前プロジェクト X っていうのがありました。 NHK さんが作った。でそのプライムに入ってたんですよ、プロジェクト X は。おお懐かしいみたいな、プロジェクト X 入ってんのみたいな。で僕はこれ1話見たんですよ、そのプライムで無料で見える。でこの1話目が何だったかっていうと、新幹線の、自動のその、チケットを出す機械を作る物語、壮絶な物語だったんですね。まあ新幹線のその自動転売機みたいな、なんかあの受付行くと緑の窓口ってあるじゃないですか。で昔ってまあこれ世代間であれかも、知ってる方は知ってるかもしれないですけど、昔ってあの全部指定席とか手作業で全部やってたらしいんですよ。今はなんかオペレ緑の窓口に行くとオペレーターがパソコンパッ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 、はいはい、ピッ、まあ10秒ぐらいか20秒でピッてチケット出してくれるじゃないですか。昔なんか帳簿みたいなのをぐるぐる回して、なんか10人ぐらいの人がこの帳簿でぐるぐる回って、こうやって手作業で指定席とか全部決めてたらしいんですよ。マジでみたいな。で僕知らなかったんですげえなと思って、でそれをどういうふうに作ってったのかっていう物語の1話目でした。そのプライムビデオで見れたやつが。でそれを見て僕泣いたんですよ。すげえみたいな、マジかみたいな、もう涙出てきちゃう。うどん食いながら見てたんですけど、うどん食いながら涙出てくるみたいな。すげえなみたいな。で今あのなんだ、仕事の合間にまたずっとプロジェクト X のいろんなやつを見てるんですけどもね、あそのプロジェクト X を見てて僕は思うことがあって、全部ここなんですよ。そのプロジェクト X に出てくる人たちの物語っていうのがほとんど、まあ、この新幹線のやつもそうなんですけど、ほぼ全部1から01なんで、要は今まで作ったものがないことを挑戦してるんですよ。わかります？今まで作ったことがないことを挑戦してるんですよ。だから01なんですね、01なんですよ。でこの前見たセブンイレブンなんかすごかったですよ。昨日見たんですけど、セブンイレブンすごかったんですけど、セブンイレブンホールディングスジャパンで今すごいでかくなりましたよね。セブンイレブンって僕知らなかったんですけど、なんかあの従業員の方が、まあ、イトーヨーカドーさんですね、当時その多分ダイエツぶれましたね、そのなんか安売り、大量仕入れ安売りっていうのをやってて、それが、まあ、メジャーだったんですよ。だから資本力がないところって大量に仕入れへんから、その安くできないんですよ。だからライバルに勝てないんですよ。でこのままじゃあかんっつって、イトーヨーカドーさんのなんか社員の2人がね、海外に行ったんですよね、視察しに行ったんですよ。で視察しに行って、なんかビジネスチャンスないかなって見に行ってった時に、なんかその小売りのコンビニセブンイレブンっていうのがあったんですね。でそれで日本に帰ってきて、そのこれ絶対いいっすよみたいなで言ったんですけど、いやそれ無理じゃねみたいな。まあ、まず大体プロジェクト X ってほぼ反対から始まるんですけど、いや無理だよって、無理だよっていうところが大体入るんですけど、でじゃあお前ら勝手にやれと、うちらお金はちょっと出すけど、もうちょっとお前らでやってくれと、まあ、子会社みたいな。で従業員2人です。全く小売りやったことがない
従業員、全く初心者の従業員2人から始まったらしいんですよ。で そこも壮絶な物語があるんですけど、まあ初心者なんですよ、小売り。分かります。でセブンイレブンなんて、まあ、コンビニっていう概念も今その当時はなかったわけですね。で要は01を全部作ってるんですね、全部が01を。ですいません、直近の話だとあのマツダのロータリーエンジンを見たんですけど、まあ、ロータリーエンジンもすごかったんですけど、まあ、全部01ですね。あとあれも見ました、さっきだったらあの日霊のコロッケ、あのね冷凍コロッケすごいですよ。冷凍コロッケ、まあ今行けばもう普通にあるじゃないですか、冷凍コロッケ、クリームコロッケとか。あれね、市場に出るまで20年ぐらいかかってるんですよ。20年、やばないですか。すげえなっていう。まあまあ話を戻しましょう。まあ01を作ってるわけですよ、全部初心者の段階から、何も分かんない状態から。じゃあなんでそれが作れたと思います？なぜそれが作れたと思います？マニュアルがあったからですか？いやマニュアルないですよね。なんかセブンイレブンなんか面白いんですけど、なんかそのアメリカの本社からそのマニュアル届いたら、マニュアル届いたんですね、契約したからね。で、まあ、そのマニュアル見れば大丈夫だみたいな。だけど書いてあったことはなんか従業員へのお釣りの出し方翻訳して衝撃を受けるみたいな。そこでお店をどうやって出したらいいかが分かんないんですよ。お店がでなずっとなんかそのアルバイトの指示が書いてあるんですね、教育ので。なんかさ、ほん一行だけ書いてあったらしくて、あの通りの面積にとあの大通りで住宅があってライバルがいないところに建てろみたいな一行を書いてあったんですね。でそれを読んで、いや当たり前じゃねみたいな。だから本社から、アメリカの本社から届いたマニュアル全く役に立たなかったらしいんですね。そう、当たり前のことが書いてあったみたいなね、ナレーション入るんですけど。全く役に立たないみたいな。01で全部作ってるんですけど、そう、じゃあなんで作れたと思います？ちょっと戻しますけど、まあこれプロジェクト X 見れば分かると思いますよ。うん、これはですね、ちょっと漢字を書きたいので書かせていただきたいと思います。漢字僕苦手なんですけど、これはですね何があるのかっていうと、これがあるんです。石があるんですね、 D の石が、 D の石があるんです。要はまあこれを細分化すると、まあ石が情熱とかね、情熱、あとなんだ、まあ諦めないとかね、挑戦に不可能はないとか、ね、まあ、ありきたりな言葉なんですけど、まあ言ってるわけですよ。でもその人たちが全部作ってきてるんですけど、なんだ、不可能はないとかね、可能はないとか、なんだ、あと、うん、失敗はないとかね、まあ失敗しまくってるんですけど。なんかさっき あのコロッケはなんかあのなんかコロッケ作って売り出したんですね、冷凍コロッケで。そしたら家庭で爆発しちゃって、でもうめっちゃクレーム電話ですよ。やけどしたじゃねえかみたいな、すいませんみたいな。でも冷凍コロッケの信用がガタ落ちになっちゃったんですね。で理由はその家庭で揚げる温度が全部違うと、だから水分が入っちゃって爆発しちゃってなっちゃうと、でどうするみたいな。でもう全部素材選びから全部またやり直しみたいな。でまあ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 こんな感じですよ。まあこういうこと言ってます。でなんで、じゃあなぜこういう言葉が出てくるのかって話なんです。なんでこういう言葉がそのななあの、ね、高度経済成長の時にいろんなものを作ってきた、01から作ってきた人たちっていうのはこういう言葉を出してるのかっていう話で、絶対にそれを成し遂げるっていう意思があるんですよ。絶対にそれを成し遂げる、絶対作り上げるっていう意思があるんですね。でこの意思があるからこういう言葉が生まれてくるんですよ。
でしかもねこの漢字面白くて意志心が2つあるんですね。強いですね。それは強いですよ。それは1個潰れてもまだ心あるからね。1個の心潰れてもまた心あるからね。それは強くないですか。今書いて僕漢字あんま書けないんで、あすげえな、心2個あるぞみたいな。それは強えわみたいな。それは曲がんないじゃない。1回曲がったらなんか心臓2つあるみたいな、強えなみたいな。だからねこれね意志があるんですよ。で多くの人っていうのは100万稼げそう、稼ぎたいなっていう意志がないんですよ。絶対稼ぐっていう意志がないですね。100万を稼ぐという意志なんです。でね、ちょっとこれもう言いますけれども、大体は、まあ、ここで入学願書でも書いていただいてるんですけど、頑張りますなんですよ。ここにも入学願書でもあったんですけど、100万稼ぐために大抵の人は頑張りますなんですよ。100万稼げるように、100万稼げるように頑張りますなんですよ。いや悪くはないんですけど、頑張りますって僕からするとそんな当たり前やんみたいな。え、頑張らないのみたいな。え、逆に頑張らないんですかみたいな。当たり前すぎるんですよね。こんなの当たり前なんですよ。でも僕はいろんなお客さんの言葉を聞いてきましたね。いろんなもう1万人以上の言葉を聞いてきました。僕は100万円を稼ぐ意思がありますっていうお客さんからのメッセージをもらったことは一度たりともないです。1万人以上の何お客さんの、まあ、今回もねテキスト見てますけど、100万稼ぐ意思僕あるんですっていうのはね記憶にないですね。わかります。大体これなんですよ。すいません申し訳ないですけど、頑張るって当たり前すぎてっていう。だからそのプロジェクト X 見ればわかるんですけど、相当やってますよ。てか頑張るとかそういう次元じゃないですね。もはやこの意志がめっちゃ強いんですよ。絶対作ったるみたいな、絶対やり遂げるっていう意志がものすごく強いんですね。だから ここが強いから頑張るなんて当たり前なんですよ。だからみんな頑張ります、頑張ろう頑張ろう疲れたなんですよ。頑張ってるから、申しますね、頑張ってるから疲れてるんです。でもね、そのプロジェクト X に出てる人たちなんかは開発するときに、いやもうあの通勤時間だ、あの通勤時間がなんだあのもったいないと、私会社の近くに家借りるみたいな。今そういう人います？いないですよね多分。だからそのなんだっけ、何のやつだったっけな、コンピューター、まあ、結構僕10個ぐらい見たんですけど一気に、うん、なんかその365日1年あるじゃないですか、3日ぐらいしか休んでないですよみたいな。普通に言うんですよね、3日ぐらいしか休んでないですみたいな。いやだからね、本当に申し訳ないですけど、プロジェクト X 見てください。アマゾンプライム入ってる方は絶対見た方がいいですよ。いや、マジでね、あれはね、なんか僕たちが当たり前に使ってるものあるじゃないですか。先ほど言った、なんか冷凍コロッケなんか、なんかそんな大したこと、なんかそんななんか大したように思えます？冷凍コロッケ。普通に2、300円で売ってるじゃないですか、スーパー行ったら、冷凍コロッケ。冷凍食品って今めっちゃあるじゃないですか。ね？いや、これ20年か、みたいな。いやそれね、もう感動してしまって、感動というかもう俺たちマジで、あなんかなんやろなみたいな。なんかそういうね、ゼロイチを作ってきた人たちの恩恵を借りてね、こうなんだろうな、何でもできるわけじゃないですか。何でもできるし、いろんなものも揃ってるわけですよね。うん、だからなんかこの頑張りますっていうのは申し訳ないですけど当たり前です。はい、僕からすると頑張りますっていうのはも必要なものは意思です。本当にこれです。はい、 D の意思です。 D の意思、もう都市伝説かって話なんですけど、でも D の意思なんですよマジで。自分が夢を叶えたいっていう意思がどれだけ強いのかっていう、これさえあれば100万は絶対行きます。ここはマジで行きますよ、絶対行きます。これね、宇宙旅行なんかロケット開発したいとかだったらちょっとそこは僕保証できないですけど、100万は稼げます。じゃあなんで吉谷さんその意思があれば100万稼げるんですか。吉谷さんそのなんでそのほら吹けるんですか。それは100万稼ぐ方法を僕が教えるからです。
アドバンスコースで100万稼ぐ方法を教えるからです。あとはそれを100万稼ぐっていう意思を持って頑張ってやってもらえれば100万はいくんです。まあ実際にですね、このプロジェクト D のまあシリーズの中でね、あの女性の方ともお話しして2回まあ対談ぐらいしましたけれどもね、全く初心者の人ですよ。全く初心者の人、ネットビジネスの根も分かんない人が単月で1110万上げてるんですよ。もう これですよ、ま、完全01ですよ。ネットビジネス根の分かんない人ですよ。しかもお金稼げますよっていう情報詳細売ってるわけじゃないですよ。なんかカードリーディングって話ですよ。それで1100万上げたんですよ。まあ、それが事実です。他にもね、いろんな事実事例はありますけれども、これね、本当ね、意思、自分がやるんだっていう意思さえあればそれが必要です。でそれがないと無理です。どんなにすごいノウハウ、どんなにすごいものに出会ったとしても、この意思がなければ絶対に無理です。だって折れちゃいますもん、意思がないから。あ、頑張ってます、頑張ってます、あ、でも頑張れないになるんですよ。だって頑張ってるレベルでしょって話なんですよ。いや、そんな頑張ってるなんかは意志が強ければおのずと湧き出てくるよって話なんですよ。いや、もはや他人から見て頑張ってるねなんですよ。自分は頑張ってないんです。申し訳ありません、他人から見てすごいな、頑張ってますねなんですよ。だからこう頑張ってますねは他人から見た時ですよ。もはや自分の中で頑張ってないぐらいやってるっていうか、のめり込んでるってことです。まあ、よく僕もね、吉田さんなんかすごいですねみたいに言われるんですけど、僕からするとプロジェクト X の人たち見ると、いやーすいません申し訳ないです、あのね、ヤマト運輸さんのやばいですよ。ヤマト運輸さんなんか、その北海道を開拓した時に、ヤマト運輸さんも見たんですけど、北海道を開拓した時に、まあ、今地図今ね、 Google マップあるじゃないですか、カーナビあるじゃないですか。昔ないわけですよ。で山の山間部、しかももう吹雪、もう吹雪、道なき道をどうやって配達してたかっていうと、リュックに背負ってですよ、リュックに背負って交番に、すいません、どこにありますかって聞いて、道なき道を歩いて2時間みたいな。やばないですか、すごい情熱ですよね。だからまあ、僕たちっていうのはそういう情熱の上にね、今の生活ができるっていうことをやっぱ知るべきですし、で僕たちはもっとやれるはずなんですよ。もっとやれるはずなんですよ。だってその人たちが作ったものを使えるわけなんですよ。その時間が必要ないんですよ。例えば YouTube YouTube 作った人もめちゃめちゃ大変だったと思いますよ。それただ乗りできるんですよ。やばないですか、うん、だからもう ここですよ、本当に心二つですね。心二つですよ、うん。これさえあれば100万は稼げます。言い切ります。なぜならば、アドバンスコースで方法を教えるからです。で、あとはアドバンスコースの僕ロゴをね、昨日の深夜だったかな、作ったんですけど、アドバンスコースのねロゴ、まあそのポータルサイトのロゴですね。で成功するために何が必要か、まあ、成功っていうのは100万ですね。100万稼ぐために何が必要か、で自分が100万稼ぎたいと思ってますよね、今ここですよね。これ何度も僕結構言ってるんで、知ってる方は知ってるようでいいんですけど、100万稼ぎたいじゃないですか。でこれなんでこれいけないかっていうと、やり方がわからないとかね。でじゃあここに行こうとしてるじゃないですかね、行こうとしてます。でもなんでいけないかっていうと、いろんな問題があると思います。まずやり方ですね、やり方が分からない。はい、やり方はアドバンスコースで教えてます。はい、進めましたね、はい、分かります。やり方が分かりませんっていう壁がありましたよね。今100万どうやって吉田さん稼ぐんですかっていう壁があるじゃないですか。ドリームアカデミーアドバンスコースを教えるわけじゃないですか。はい、やり方の壁ないですよね。大丈夫ですよね。はい、消えました。じゃあ吉田さん、なんかちょっと不安なんですと。吉田さん、ちょっとこういうことが不安なんですけどと。吉田さん、ちょっと
お問い合わせフォームからね、お問い合わせフォームを用意してるんで、もう23年間サポートしますから、お問い合わせフォームからいただいたですね、じゃあこういう不安がありますと、じゃあその不安はここでこういうふうにこういうふうにやってこういうふうにやってこういうふうにやればいいよってアドバイスするじゃないですか、僕がサポートして、あ、なるほどそういうことなんですね、わかりました、やってみます、はい、壁が消えましたね。吉谷さん、なんかやってみたんですけど結果が出なかったんです、やっぱ僕じゃダメなんでしょうか、報告ですよね、まあ、ほうれん草してくれって言ってるんですけど、報告ね、報告しますと、失敗か、失敗したと、まあ、失敗という文字がないんですけどね、僕には、まあ、失敗、みんな失敗って言うんで失敗使いましょう、はい、じゃあ失敗しました、吉田さん今こんなことやってこういうことやったらこういう失敗してました、じゃあ僕15年やってます、あ、じゃあその失敗というのはこういうふうにやってこういうふうにやってこういうふうに改善すればこうなるよ、あ、なるほど、じゃあやってみます、え、消えましたね、はい、よし、はい、いきますね、はい、じゃあここの歩いていくときに、ここの歩いていくときに何が必要ですか、一番原動力、何が一番必要ですか、意志ですね、意志が必要なわけですよ、絶対行くという意志です、絶対行くんだと、絶対俺は100万行くんだっていう意志があれば、ここのブロック、ここのブロックが出た時に僕がサポートもするし、やり方も教える、方法も教えるわけじゃないですか、あとは進むだけなんですよ、だから進む意志がないと無理です、進む意志がないと無理なんです、でも進む意思さえあればいけるんです、なぜかっていうのは説明しましたよね、だから実は僕もね、いろいろ勉強してきて、当時ですよ、僕が20代の時、22だったかな、ネットビジネスで100万とか稼いでる人、あー、なんか雲の上なわけですよ、多分この動画見られてる方も100万稼げるうさんくせえな、へえ、でもなんかそういう世界もあんのかなみたいな、もう雲の上の上すぎてよくわかんないですよ、もうよくわからない、全然わかんない、僕もそうでした、でも僕は意思がありました、どういう意思があったかっていうと、ネットで、ネットはこれから絶対来ると、確かに雲の上やと、だけど時代の流れを見た時にこれから絶対ネット来るし、ネットでなんか稼げることをやっとけば飯は困らねえんじゃないかなと思ったんですよ、でその時やり方も分かんなかったですよ、だけど意思はありました、ネットで飯食っていくっていう意思はあったんですよ、だからその意思があったから僕はずっと歩き続けたんですよ、その結果分かりました、あ、ネットで絶対飯食うっていう意思があったから俺は今ここにいるんだなっていうのが分かりました、でも多くの人ってその意思がなかったとしてもこっちの道で行けるんですよ、あります、その意思がなかったとしてもサラリーマンという給料をもらえてるっていうルートがあるじゃないですか、ね、そう、だからこのルートを歩きながらこっち行く、こっち行きたいんだったら、まあ、大抵の人はこっちのルートを歩きながらこっちじゃないですか、じゃあ意思強くないとダメだよって話です、こっちで絶対稼ぐんだっていう意思がないとこのルートで、うん、その作られたレールのやっぱ歩いちゃうんで、だって作られたレールの方が良くないですか、作られたらレールの方が簡単じゃないですか、まあ文句は言うけど、不平不満は言うけど、まあ、そう言ってもやっぱ毎月給料もらえるしみたいなね作られたレールを歩くっていう方が楽なんで、人間楽の方行きますから、そう。だから意思だけは必ず持ってください、この必要なものはこの意思です、僕はプロジェクト X をね、実際その番組見て、高度経済成長の時に日本がものづくり日本ってなった理由が分かりました、だ昔の日本人には相当なるね、絶対やったるっていう意思ですよね、だからそう、コンピューターのやつもすごかったんですけど、富士通だったかな、富士通だったかな、要はその昔 IBM が世界の 80% ぐらいコンピューターし、もうなんかすごい、もうなんか巨頭なんですよ、 IBM みたいな、もう絶対勝てへんみたいな、 IBM に勝てまへんみたいな、で当時そのいろいろなとこ、 NASA とかにもそういうとこ入れてたの全部 IBM なんですよ、でその日本人がなんと IBM を超えたんですよIBM より処理が早い、結局パソコン、コンピューター作ったんですね、それ前代未聞ですよね、まあ、語り継がれてるらしいんですけど前代未聞です、 IBM を超したっていう、で NASA にも入ったんですよそのコンピューターが、すごくないですか、いやマジすげえなと思って
いやだからね、もうプロジェクト X 見ればこれがどれだけ大事かっていうのは分かると思います、うん、これがどれだけ大事かっていう、まあ、僕がね今回プロジェクト D にした理由は、まあ、プロジェクト X のただのパクリなんですけど、ただのパクってるだけじゃなくて本質をしっかり見に行かないといけないなということでやってますからね。結構見ましたよ。でもまあこれですね。完全絶対やったるっていう意志が強い、もうこれです、共通ポイントは、うん、だからここのちゃんと歩く意思があるのか、行く意思があるのかと、うん、はい、これさえあれば100万は本当に行きますんで、やり方はいくらでも教えますし、サポート23年間あるし、どうあがいても行きます、どうあがいても。でも意思が弱かったら無理です。申し訳ないですけど、僕がいくら教えてもいくらサポートしても意思が弱かったら無理です。申し訳ません、無理です。いくら僕が教えても無理です。誰が教えても無理です。だって歩く意思がないんだもん。誰が教えてもどんなものを、どんなノウハウ勉強しても意思がなかったら、歩く意思なかったら歩かないでしょ。話ですよね。だからしっかりと前進する、前進すると決めて前進していくという気持ちで、ね、意思を持って、今回アドバンスコースプレオープン入っていただきたいなと思いますし、まあ今回ねかなり、まあ、そのオファー的にも内容が、まあ、半端ないので、多分僕今回のプレオープンの価格や特典、そして内容でご案内できるのは、今地球上僕一人だと思います。はい、地球上僕一人です、多分地球上僕です。まあ外国見てないんで分かんないですけど、多分無理ですよ、できないですよ、うん、できないです、はい、じゃあなんでできないと思います？逆に、おい、またヨシアなんか大ほら吠いてるぞと。僕は誰より意志があるんです、やるっていう、やると、絶対ドリームアカデミア日本一にするっていう意志しかないです。だって僕以上やる人いないですよ。少なくても僕15年間この業界見てきましたけど、僕ほどやってる人多分いないですよ。まあ、最近久保さんすげえなとは思いましたけどね。久保さんはすみません、ビジネス引退してるんで、いやよかったなみたいな、久保さんとライバルじゃなくてよかったなみたいな、いや久保さんライバルだったらちょっとやべえなと思ったんですけど、まあ勝てますね。この15年この情報業界見てきましたけど、絶対勝てますね、はい、僕よりやる人いないんで、はい、だから日本一になります。でも意思を持った人が入らないとそれは成し得ないと僕は思ってます。だって歩く意思がなかったら稼がすことできないですから、うん、だ今回ね、入学願書を入れてくださいっていうのはちゃんと入れてますし、他の販売とかだったらセールスレターがあってね、バンバン稼げますよ、救いますみたいな、決済リンク、ステップメールバンバンみたいな、ね、僕は一応3回ね、あ、今日ご案内はしますけれども、そこは追い込みますけど、そこはちゃんとセールスしますけどね、あのお問い合わせ、なんだ、願書を提出していただいて、その内容を見てご案内しますんで、別にまだ決済しろって言ってるわけじゃないですよ、うん、決済しろ、買えって言ってるわけじゃないですよ。あの希望だったら願書出してくださいって話です、はい、な感じですね。だから本気で100万稼ぐ意思がある方はぜひ入ってください。それは絶対に可能です。意思があればもうそれは保証しますよ。100万稼ぐ意思が誰よりもあるんだったら、で、あとは個人差はあります。よくね、こういう話すると、吉谷さん、どれぐらいで稼げるんですかとかね、吉谷さん、どれぐらいみたいな、よくあるんですけど、いや、逆に質問していいですか、どれぐらいで稼ぐ意思があるんですかと。3ヶ月後に稼ぐ意思なんですか、それとも1年後に稼ぐ意思なんですかって逆に質問したいんですけど。それを答えられますか。いや、僕は3ヶ月で稼ぐ意思しかありませんと答えられますか。やれますか。別にやらなくてもいいんですよ。別にやらなくてもいいんですよ。自分の人生ですから、僕の人生ではないです。僕はやり続けます。あなたはやるやらない、あなたが決めてください。やるやらないはあなたが決めてください。なぜならばあなたの人生です。わかります。僕はやります。ただそれだけです。で、入っていただいた方にはしっかりとサポートもします。僕決めてるんで、日本一にするっていうのは、はい、まあそんな感じですね。多分おそらくなんですけど、じゃあちょっとね、日本一になる一つの風というかね、ご紹介しましょうか。これですね、億万長者合宿に参加させていただいた方なんですけども、
こんなメッセージをいただきました。ちょっとね、あの名前は伏せますけど、まあ、どういうふうにあのメッセージいただいたかっていうと、ちょっとここか、こっちか、これはね、多分日本一になる兆しですね。まあ、僕の活動が、まあ、ちょっとずつ認知されてきたかなっていうところですけど、こう問い合わせを見ればいいのか、これか、あ、これじゃないな、どっちできたんだ、あ、こっちできたのか、なんかね、2個来てんすよ。いや、もう大丈夫みたいな。大丈夫ですよ、みたいな。来てたのか。あ、これは結構来てるんですけど、まあ、億万長者合宿が参加された方です。億万長者合宿ありがとうございましたと。僕の知人を吉谷先生の、ドリアカアドバンスコースを紹介させていただきたいですと。明日18時にこちらのホームからお申し込みさせていただくと思いますと。で、今回吉谷先生のアドバンスコースに紹介した彼女も新しい生活をさせておりまして、自分の夢の実現のためにネットビジネスによる収益を確保したいと、願っていますと。僕と比べ物にならないほど凡事徹底できる方です。今回のアドバンスコースの入学をぜひ検討していただければ幸いです。どうぞよろしくお願いしますという、要はこの人にぜひ紹介してあげたいですというメッセージをいただいてるんですね。でね、紹介料とか何もないんですよ。普通ね、お金をもらえるから動くじゃないですか。大体の人って給料もらえる、もらえない会社で働けます？もう一度言いますね、給料がもらえない会社に働けます？大体給料がもらえるから働くんですよね。これどういう現象だと思います？全く僕、別に僕この方にお金、紹介料とか今回ないので、一切も僕の媒体で、僕がプレオープンで僕が勝手にやってるんで。でも紹介、ぜひ紹介したいですと、ぜひ入れてやってくださいっていう来てるんですよ。これすごくないですか。まあまあ他にもね、事例たくさんあるんですけど、やっぱまあ、ずっとね、この僕がこの活動をしてきて思うことが、その利害関係なくやっぱこういうふうに紹介していただく方も増えてきたんで、だから一人でもその、メッセージが伝わって、あ、本当にいいなって思っていただければ、確実に僕は伝染していくと思ってるんですよ、口コミってやつが。いや、ドリームアカデミア、ネットビジネスやるんだったらドリームアカデミアだよっていう、それが絶対伝わると思うんですね。それを伝えるために僕何をやらなければいけないのかっていうと、意思を持って僕がしっかりとやりきるっていうことをやることによって、まあその背中を見せるじゃないですけど、うん、なんだ、そういう気持ちが伝わるんじゃないかなと僕は思ってます。うん、じゃあこれが、じゃあ1000人1万人増えたらどうですか？で、僕10年20年あと23年やるんですよ、この熱量で。まあ、ちょっと60になったらちょっとは頭に熱量はないかもしれないですけど、頭はちょっとすみません、ハゲてるかもしれないですけどね、はい、だまあ僕がもう徹底的にやることは、今やってることをしっかりと伝えていく、教えていく、で、こうやれば絶対こううまくいくよって方法、僕の経験からね、いろんなことやってきて、その経験から間違いないっていう、実際にね、あの全くゼロから1000万まで上げたっていう結果ももう出ました。2年やって全くネットビジネスの根も分かんない人を単月1000万までこう売り上げ上げられるようにね、僕は教えられたっていうのは、これは本当嬉しかったですし、うん、はい、まあ、そんな感じですね。はい、ということで、本日ですね、18時21時が最終のご案内となります。で、今回のプレオープン参加できる方は、この動画ね、僕の今動画見ていただいてるあなただけしかチャンスはないですから、これをチャンスと思うのか、へーと思うのか、それはあなた自身の受け取り方ですね。はい、まあ、どう受け取っていただいても僕はただやるだけなんで、意思がありますから。はい、では終わりたいと思います。ありがとうございました。